はい、どうもおはようございます。今日はですね、浦安橋ちょっと下流に来ております。で、時刻の方はちょっとかなり遅れてまして、昨日の釣りがかなり響いたんですね。8時7分です。12月16日、やってきたと思います。そしてですね、まあ濁りと水色を見ていきましょう。結構クリアになってまして、水深70センチぐらいで見えなくなるような感じなんですね。このラインで結構クリアですね。はい、こんな感じです。で、昨日はですね、夜、あ、ちょっと水温見ましょうか。はい、で、シーバスマンさんは今のところこっちには誰もいないですね。下流側にエサスさんが一人いるぐらいで、アンドの方も多分いないかな。ちょっと曲がってて見えないんですけど、はい、釣り竿の持つとこにしたい感じの竹で釣れました。ポイッ、うわ、10度ちょうどですね。10度です。10度ちょうど。で、昨日はですね、なんで映像を上げれなかったかっていうと、もうどうしても魚出したいから死に物狂いでまず磯に行きまして、波があまりなかったんですけど、千葉ですね、どうせ行くんだったらもうそのヒラスズキが釣れるエリアまでちょっと足伸ばして行こうかなと思って、ちょっと、まあ、行っちゃいまして、で、まあ思ったよりは波あったんですけど、でもそれでもね、ちょっともう夕間詰めのちょっとしかできなくて、立山の方メインでやりたかったので、ですね、早めに切り上げた次第ですね。だから結果的にはちょっとね、かなり不甲斐ない動画になってしまいました。でも一応あの千葉の方の水温とかを測ったので、ですね、その辺とかもね比べてもらうといいんですけど、ちょっと今日夜動画にさせて、夜じゃない、昼間か、今日これでいきます。昼間朝もう出来上がってるんで、一応上げるだけ上げさせていただきたいなと思うんですけど、結構ね、水温が違ったのがびっくりしましたね。ちょっとそこが一番の売りだからここでは言えないけどもし暇がある方はちょっとね、冒頭の方だけでもちょっと夜やってるんで、ジョルティでいきます。 15g です。お願いします。夜やってるので、すごいナイトモードみたいなのでやってるんですけど、やっぱかなりザラザラな映像なんで、ちょっとね、あんまりあれな方はちょっと最初の方だけでも見ていただけると幸いです。今日の朝、この動画より先にもう出来上がってるんで上げると思いますけど、あの昨日のうちにはちょっと上げれなかったですね。どうしても疲れちゃってたのと、あと帰ってきたのが遅かったんで、その立山で結構粘っちゃったんで、あのあれです、アップする時間帯が2時とかの話なんですね。1時半か、1時半とかにピンって皆さんにお知らせが行くのもね、ちょっとこうかなり邪魔、迷惑かなと思ったんで、ちょっとやめさせていただきました。すいません。川の水が冷たいのか、海だから暖かいのか、まあ、とりあえず立山の方が暖かかったのは間違いないですね。なんかもうちょっとあれだね、情報調べていかなきゃダメですね。立山の方のとか、あの途中の木更津より下の方の釣りはどうか、釣り禁止かとかもまだちゃんと把握してないんで、まあでも昨日行ったところはとりあえず、あの行く前にちゃんと確認して大丈夫と言われてましたんで、大丈夫ですね。釣り禁ではないですね。まあ、堤防とかによってはね、まだ釣り禁のところもあるみたいですけど、だいぶちょっとずつ解除はされてきてるみたいですが、自衛隊堤防って有名なところはなんか噂によると解除されない方向っぽいですけどね。そもそも自衛隊の人の持ち物なのかちょっとわからないんですけど、よいしょ、耳がかゆい。耳かす取りすぎちゃう、耳かす取りしすぎちゃうんですかね。耳かす取りってやっぱ気持ちいいじゃないですか、やってて。で、あんまりやりすぎるとちょっとね、
血のかさぶたが後日取れたりするんで怪しい、ちょっと良くないですけど、ガリガリやっちゃうのはね、僕なんか必ず右からやって左からやるんですけど、左からやってみようかな今度、どんな違う世界が待ってるのか。なんかね、最初にやった方が気持ちいいんですよね。あとの方がまあまあな、そうでもない感じです。でなんか竹でできた匠なんとかっていう匠の技みたいな感じで書いてある、あの薬局とかで売ってるかな、2本入ってるんですよね、竹でできてるんですけど、それ、まあ、1000円しなかったと思うんですけど、それ使ってるんですが、2本入ってるうちの1本をですね、ちょっと薄く削るんですよね、僕 竹をこうカッターで。そうするとよりクッションが柔らかくなるんで、そのバネのこのクッション具合が、竹のクッション具合がちょいい感じなんですよね。ガリガリ攻めてもあんまり痛くないから傷つきにくい。おお、かっこいい。あの人一人リバースタイタニックしてる、あの先端に乗っかってる後ろ見ながら、すごい定期的に吐く息が白くファーンってこう、すごいね。なんで後ろ見てんだろう、落っこったらあれ気づいてもらえないよ、危ない。気持ちよさそうだな。ジョルティ今度中層を狙ってみましょう。なんかよく考えたんですけど、まあ、暴走行くのもいいんですけど、もう慣れ親しんでるキュエドガの夜で粘った方がいいのかなっていう気もしてきましたね。あの往復2時間分2時間半か下手したら分取られるんだったら、あとね高速代とガソリン代もかかるんで、で昨日車屋ラーメンの味噌ラーメン食べて帰ろうと思ったらもうやってないっていうね。今コロナのあれで影響で早く閉まるのか分かんないですけど、10時半頃食べに行こうかと思ったらもうやってなくて、最悪と思ってもう楽しみにしてたんですけど、アタック5寄ってなんかもうよく分からん、あ鳥がよく分からん弁当とかね食べるか、カップラーメンか迷ってあげるポットがあったんでカップラーにしたんですけど、ビッグにしちゃったんですよ、カレーのビッグ。気持ち悪くて朝もう最悪でしたね。あとエリーゼの白いやつ食べて一袋で、アミジャが一袋、うま塩味ですね。帰り車の中で、まあ、カレーラーメンはさすがに現地で食べましたけど、死んじゃうんで高速の車運転しながらカップラーメンのカレービッグ食べたら相当神業ですよ。相当あの股のところカレーだらけで、朝起きたらもう胃もたれがすごくて、カップラーメンなのかな、エリーゼなんだか分かんないですけどね、やられましたね。まあアミジャガとエリーゼがちょっとやばかったです。あとはナイススティックも食いました。ナイススティックめちゃめちゃ爆食いしましたね。あ、アングラさん一人いるかな、餌釣りしたかな、ああいうところに一人アミ釣りさんっぽい方がいらっしゃいますけどね。アミじゃない、餌釣りさん。はい、今日はちょっと時間がなくなっちゃったんで、こんな感じで、終わりにしようかなと思っておりますが、ちょっとねシーバス前線を追いかけてちょっと無理しちゃったあげく昨日アップはできなかったんですけども、どうしてもね魚を出したい今日この頃なので、なんとか年内に1匹出せるように頑張っていきたい。あ、V字来た、ウの V 字、すごいビクトリーの V ですね。ほらすげえいいことあるんじゃないですかこれ、皆さんすげえ綺麗な V、 ちょっと奥の方が長いけど、ほらほら見えるかな、 V ですよ。ちょっと左の方がやっぱりちょっと乱れてる。あれやっぱ風をこういい感じに受け流せるようにみんなやってんのかな、何なんですかね、よくありますよね。
あっちでもミニブリができてる。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。でよかったら昨日のね千葉の辺の動画も水温とかだけでも見ていただけるといいかなと思います。では失礼します。ちなみに千葉の館山の川のところにベイトは、ね、ほぼいなかったですね。たまにチラチラと群れがいましたけどほぼいなかったです。ボラでしたね、ボラばっかり。はい、失礼します。